労働時間の短縮、ワークライフバランスの充実、有給休暇の義務化、日本のワークスタイルが転換期を迎えている今、企業は働き方の新しいスタイルをさまざまな形で導入し始めています。山口県山陽小野田市、ここに新しいスタイルで料理を提供するレストランがあります。ソルボニエンテはスペイン料理を中心としたレストランで、その意味はスペイン語で日の沈む場所。店内から一望できるキララビーチは日本の夕日百選にも選ばれるほどの夕日の名所で、美しい夕日が見どころです。太陽のリフレクションが精巧に設計された美しい建築は、2001年に世界的建築家隈研吾によって作られました。ソルポニエンテは大人気の魚介パエリアをはじめ、ワインの種類も充実しております。スペイン料理をメインとしており、おすすめは具沢山の魚介パエリアです。魚介の足がしっかり出るように本場仕込みで少し芯を残すように作ってます。これまではスペイン料理を中心としていましたが、お客様の要望にお応えして、お昼はパスタランチ、ディナーに関しては従来のコースに加えてイタリア料理やフランス料理と交えたアラカルトで西洋料理を中心に加えて営業しています。2020年9月からカフェもスタートしました。コーヒーや地産地消のお肉や野菜を使用したサンドイッチがラインナップしています。ソルポニエンテは平成6年に国から焼け野海岸 CCZ 整備事業の採択を受けて、その一環として富士省が独自のスタイルでレストランを開業することを決定しました。お客様満足、パートナー満足、地域社会との調和、この3つの満足を同時に満たすところに我々の存在価値があります。富士省が地元にあってよかったと地域の皆様に思ってもらえるよう、我々も企業努力をし進化していきたいと思います。それでは働き方の新しいスタイルについて聞いてみましょう。コロナ対策としてテイクアウトを実施しました。接触を減らすために予約を受けてドライブスルー形式で感謝価格でご提供させていただきました。ドライブスルーになるとお客様からその注文を受けて、それを事前に作って、それをその時間通り仕上げてお客様の方にご提供するっていう今までにないスタイルだったので、こちらの方もちょっと最初は手間取りましたけど、頑張ってくださいとか、美味しかったよとか、また来たよとか、そういう励ましの声とかいろいろありましたので、お客様の声が聞けてよかったと思います。テイクアウト料理の提供を通して一番の成果としては、たくさんのお客様に喜んでもらえたということと、ソルポニエンテを知らないお客様に対してもアピールできることがあったんじゃないかと思います。今後はカレーサンドイッチ、パエリア、季節のスープなどメニューを絞りつつ継続的に続けていきたいと思っています。料理のテイクアウトはコロナ対策をしながら食べることができるだけでなく、新しいお客様にお店の味を知っていただく手段にもなるようです。